ダル陽介です。と今日はトゥールーズじゃなくてガカソンっていうトゥールーズから電車で1時間ぐらいの街に来てます。この街は、要塞みたいな、お城と要塞みたいなのがすごい有名な街で、なんか古くからの歴史が結構感じられる街らしいので、今からそこに向かいたいと思います。今日は1日日帰り旅行のブログにしていきたいなと思います。でも今街着いてもうすぐに気づいたんやけど、マジで建物が綺麗ない。なんかね、トゥールーズとはまた違う綺麗さがある。トゥールーズはめっちゃなんかバラ色の街って言われてるぐらい、建物がすごい赤色をしてるんだけど、この街はどちらかっていうとすごいクリーム系の色を基調とした建物が多くて、窓とかデザインもすっごいなんかおしゃれで綺麗ですね。ラスティ、こっちっすね。やばい、今ラスティっていうその要塞のところに向かって歩いてんだけど、全然まだ着く途中なのに橋渡ろうとしたらこれっすよ。やばくね。今からあそこ行きます。マジでなんかルパンのカリウスタの城の世界みたい。あっちがボン、古い橋になってるね。やばい、超綺麗、めっちゃ楽しみ。しかもこの街絶対写真映えするし、めっちゃ楽しみ。見えてきましたね。なんかずっとこんな感じの城下町みたいな下町を通って真っ白に行きますね。日本と似たような感じですね。マジで可愛い。何この黄色の建物たち、発想良すぎでしょ。いや、こういうとこに住みたかったな。この今要塞を越えるために町から結構階段で上がってきたんだけど、見てよマジで、やばない？マジ迫力が想像以上すぎてやばい。もうマジでなんか城、こんなでっかい城見たことないってぐらい、もうすごい圧倒される。セットカイザップでしょって感じ。今ちょうどいるのがまだラスティの前には入ってないんだけど、このシテっていうのが要塞都市みたいな感じ で、これはもう古代ローマ時代に建てられたラスティらしくて、でも世界遺産にもなってるし、多分欧州でなんか欧州最古のなんかシテみたいな感じでウェブには書いてあったんで、相当歴史があるのかなって。マジでやばい。上から見たらラスティはこんな感じらしいですね。超でかっ。もう本当に要塞の中に一つの都市がある感じなんだね。これがガカソン、郷土料理らしいですね。ガカソン、キャッソレなんていうかわかんないけど、キャッソレ。城の中に入ってきたんだけど、こっから見える景色がやば。いやーマジ綺麗すぎでしょ。あっちに見えるのが、城下町みたいな感じ。ここは要塞。目の前に見えるやっぱスティックサンティナザヘっていうなんか教会みたいなのが18世紀頃まで大聖堂、このカカソンの大聖堂として使われてたんですね。ちょっと後であそこも見に行くけど、なんかこの要塞の中はめちゃくちゃ、なんだろう、観光地みたいな感じで、カフェとかレストランとかお土産屋がめっちゃ多いんだけど、でも50人か40人ぐらいは住んでるらしいですね、普通に。だから多分あそことかも2階は民家なのかな、多分。こんな見晴らしいとこで住めるなんて幸せかよ。
際の端んとこぐるーって一周してるんですけど、見てすごい、なんかやっぱ古代ローマに建てられたお城やから、その中にちゃんとこういうシアターみたいのがあるのいいね。しかもちゃんと整備されてるし、絶対夜とかやったら綺麗なんだろうなっていうのがもうわかる。あれがバスティになりますね。今全部要塞回ってきました。いやマジで 9.5 ユーロかかったけど、全然マジで入る価値あるぐらい超綺麗だったし、いろいろお城の作られ方とか要塞の建てられ方が分かったから、マジで今回このとこは入って本当に良かったです。もう15時ぐらいだけど、今からなんかさっき見てたカーカッソンのなんか名物みたいなプランみたいなやつがあるから、それ食べに行きます。いやカーカッソンの名物は普通にうまかったですね。でも今からこのラシテンとこではやることなくなったんで、下の町普通のカーカッソンのセットカリビエンとこ行って、外からこのラシテを写真撮っていこうかなと思います。Yeah.